はい、今回はですね、本州を離れて、北海道の地にですね、初めてこう出張で仕事に、行った話をさせてあげました。そこにはやはり前東京で見た風水鑑定で見させていただいた方々を、今後どうなってるかっていうこともあったんですが、やはりこの地を離れてですね、またこう違う地区でもですね、本当の風水っていうのをこう知ってもらいたいと。で、着実に彼らがこう学んで良い気を取り入れて前進んでもらえるということをですね、少しずつ広げていきたいなと思っています。ですので、これはやはり北海道に限らず、今後もですね、いろんな地に向かってですね、展開したいなというふうに考えています。また皆さん、ぜひそれは期待してください。